三菱不走、F シリーズ74に式特大型トラック三菱不走、ザ・グレート74に式特大型トラック三菱不走、スーパーグレート74に式特大型トラック7トントラック74に式特大型トラックは陸上自衛隊で使用されている輸送車両である7トントラックバンパーにフックが取り付けられている1974年に正式化された現在では1 2トントラック同様、モデルチェンジを容易にして、調達単価削減を図るために正式化せず、7トントラックという名称で調達されている。また、ベースとなった、三菱不走、スーパーグレートのモデルチェンジの影響で、調達年度によって若干仕様が異なっている場合がある。三菱不走の F シリーズ、ザ・グレート及びスーパーグレートをベース車両としているが、 陸上自衛隊の要求性能に合わせるため、送輪駆動にし、最低地上高を高くするなど、車体やエンジン、ヘッドライトの位置などが改造、変更されている。ただし、東火類の保安装置は、ベース車両に準じている。基本型の7トントラックのほか、小回りを良くするために全長を若干短くした7トントラックや、車体前方のバンパーにフックが付けられた。 7トントラックがある。さらに、陸上自衛隊の他のトラック同様多数の派生型が存在する。主に師団、旅団の後方支援連隊の輸送隊に配備されている。92式浮橋を搭載した74式特大型トラック、防衛省使用課器 DSPD60137 トントラック。ありがとうございます。